さんこんにちは、ボスアクトのファニーです。前回と続いて赤蝦夷祭りでコケ探索をしています。前回の様子は概要欄もしくは左上のリンクからご確認ください。通り道の両脇にはクマザサが生えています。漢字で書くと目のクマのクマザサ。冬に縁が白くなりクマ取りされることから名付けられたそうです。てっきり動物のクマザサだと思っていました。周りには目立つ苔はなかなか見当たりません。地面に苔玉のようなものが落ちています。どうやら鹿の糞に苔が蒸しているようです。気温が低く糞の分解が進まないため苔が蒸してしまうのでしょうか。拡大してみます。中央付近の比較的大きな苔は鱗苔科の仲間でしょうか。全体を覆っているのは排杉葉苔です。前回の動画で紹介している苔と同種になります。葉は3列から4列し、葉の2分の1程度まで裂けます。各裂片の基部の幅は4細胞から5細胞です。こちらにも面白い生え方をした苔がありました。切り株から尻尾苔の仲間が生え、アフロになっています。あまりに綺麗に生えていたので最初は諦めました。種類の特定や採取も楽しいですが、苔の生え方に注目しても面白いですね。苔の楽しみ方に幅が広がったような気がします。とはいえそろそろ新しい種類の苔が見たいですが、ここに大型の苔が生えています。乾燥してくしゃくしゃになっているようです。早速観察してみましょう。極度に乾燥し葉が内側に巻いています。これは庭杉苔属の大きな特徴です。まずは霧吹きで湿らせて葉を開かせてみましょう。先端までなかなか広がらず、途中ながら1本採取しました。配偶体の高さはおよそ15センチ。庭杉苔属の中で最も大型になる種類です。中麓は葉幅の3分の1程度です。小葉は卵型で前縁です。葉には鋸歯があり、葉の表側をラメラが覆っています。こちらは葉の断面写真です。この細胞が縦に並んだ構造がラメラです。図鑑によるとセイタカスギゴケのラメラは2から6細胞とのことです。今回の顕微鏡写真は全体的に分かりにくく、分かりやすい写真を撮ることは今後の課題です。トド祭りでの苔観察は以上となります。次回はマリモで有名な阿寒湖周辺で苔観察をしてきましたので、そちらをお送りします。最後までご覧いただきありがとうございます。